こんにちは、社会保険労務士の竹久です。今回はですね、人事制度についてお話ししてみようと思います。人事制度、いわゆる人事評価制度ですね。こちらについては非常に重要なんですけれども、多くの中小零細企業であまり整備されてないんじゃないかなという感覚を持っています。そこで今回の動画ではですね、人事評価制度っていうのはどういうものが一般的なのかっていうことをお話ししていきたいと思います。特にですね、従業員が思った通り動いてくれないみたいに思っている経営者の方がいらっしゃいましたら、もしかしたらこの人事評価制度、人事制度が不十分なところが原因の一つかもしれませんので、参考にしていただければと思います。まず前提としてですね、人事制度に正解っていうものはありません。会社として従業員に何を期待するのか、このあたりが重要になってきます。例えばですね、完全成果報酬っていう会社さんであっても、それが会社のカラーに合っていて従業員さんたちも納得してるんであれば、素晴らしい制度じゃないかなと思います。しかしですね、日本の人事制度っていうところを考えますと、一般的にはですね、次の3つで構成されています。それが等級制度、そして評価制度、そして最後に報酬制度になります。この3つがですね、うまくバランスを取り合って成立してるっていうのが日本の会社の人事制度の特徴じゃないかなと思います。これをですね、一つずつ解説していこうと思います。まずはですね、等級制度のところです。人事制度はですね、等級制度をベースに考えられることが多いです。先ほど挙げた3つの中でも、これが一番ベースになるところじゃないかなと思います。等級制度っていうのはですね、例えば新人は1等級、もう少し成長したら2等級みたいな感じで、仕事の能力とか仕事内容、役割、この辺を考えてですね、ランク付けを行うっていうことが一般的です。まずは等級1で入社しまして、等級2の能力が身についたら昇格する入学方式っていうものもあれば、等級1の内容ができるようになったら昇格する卒業方式っていうもの、どちらでも構わないんですけれども、それぞれの等級ランクごとにですね、求められる仕事内容とかっていうのを決めていくっていうことになってきます。等級制度、等級表とも言いますかね、この等級表を定めることのメリットっていうのを、個人的には大きく分けて3つあると思っています。まず一つ目が、会社が求めることを従業員に伝えやすいっていうところですね。そして二つ目が、会社から何を求められるか、逆に言うと従業員からも分かりやすくなる。そして最後三つ目がですね、従業員からするとキャリアプランを立てやすいっていうところもあると思います。等級表はですね、先ほどもお話しした通り、能力とか仕事内容とか、あとは役職とか、このあたりによってランク付けしていくことが多いんですけれども、最近はですね、意欲だったり行動だったりっていうところも等級表に入れ込んで重視するっていう会社も増えてきているようです。やはりその背景として、いくら能力が高い、仕事ができるって言っても、会社が求める人間性というとちょっと大げさですけれども、仕事ができればいいだけじゃないよっていうところを重視してるっていうことかなと思います。特にですね、経営理念だったり行動指針だったりっていうところを明確にしている会社さんは、このあたりを等級表に組み込む傾向にあるんじゃないかなと思います。等級表をですね、役職と紐付ける会社もあるんですけれども、これはですね、どちらでもいいんじゃないかなと思っています。役職と紐付けるメリットデメリットなんですけれども、一つは分かりやすいっていうところがあるかなと思います。何々部長になれば等級何みたいな感じですよね。逆に言うと、その役職のポストが開かなければ昇格できないっていうことになりますので、そこの不公平感っていうところがデメリットになるかなと思います。役職をですね、等級と紐付けないっていう考え方に関してなんですけれども、これについてはですね、役職っていうのは単なる役割でしか過ぎないので、等級で評価するところはあくまでも能力だったり行動だったりっていうところなので、役職とは紐付けず、役職のポストが開かなくても昇格する可能性はあるよっていう考え方ですね。どちらが正しいっていうわけではありませんので、経営者の好きな方を選んでいただければいいんじゃないかなと思います。これからですね、人事制度見直していきたい、またはこれから新しく作っていきたいっていう会社さんがありましたら、まずはですね、この等級表のところから考えてみるといいんじゃないかなと思います。等級表が決まるとですね、次にお話しする評価制度とか報酬制度っていうところも考えやすくなりますので、何から手をつけていいかわからないみたいな人に関しては、ここから着手することをお勧めします。